ブライダルナビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ブライダルナビの中西由美です。今回は JR 大阪駅から大阪駅前第3ビルの中にあるブライダルナビまでの道順を動画にしてみました。地下街から来る方法と地上から来る方法があるので、今回は地下街からお越しいただくバージョンです。それではどうぞ。それでは JR 大阪駅の中央口改札からスタートです。中央口改札を出て右に進むと、方角でいうと南になります。グランフロント大阪やルクア大阪を背にして、大丸百貨店、ホテルグランビア大阪に向かって歩きます。こちらのエスカレーターを降ります。奥にあるのが大丸百貨店とホテルグランビア大阪です。エスカレーターを降りるとサウスゲートビルディングという看板が目に入ります。ここからまっすぐ進んでいきます。すると左手に阪神百貨店、右手に阪神電車梅田駅があります。ここからもまっすぐ進むとディアモール大阪に入ります。ディアモール大阪はショッピング地下街です。まっすぐ進むとこちらは円形広場です。ここで注意なのが、左に進んでください。右に進んでしまうと少し遠回りになってしまいます。こちらの目印として左に進んでいただけると大阪駅前第2、3、4ビルという案内表示があります。右はこの表示ではないので、この大阪駅前第2、3、4ビルというのを目印にしてください。そしてここも道なりにまっすぐ進んでください。この辺はおしゃれな洋服屋さんや靴屋さんもたくさんあって、ブライダルナビの帰りにデートショッピングもしていただけるかと思います。そして左手にパン屋さんが見えます。こちらを通り過ぎて少し進むと第3ビルの入り口です。ここまで来たらもう簡単です。少し進むと右手にエスカレーターが見えます。今まで行った場所が地下2階になりますので、これを上ると地下1階になります。ブライダルナビのある地上1階に上がってください。地上1階に上がるとすぐにブライダルナビの店舗が見えます。いつもドレスをディスプレイしているので分かりやすいかと思います。こちらで式場紹介や指輪のご案内をしています。そしてその隣が日本仲人協会の待ち合わせお見合いスペースです。皆さん、分かりましたか？ JR 大阪駅からはまっすぐなので分かりやすかったかと思います。他の地下鉄から来た場合でも、円形広場までたどり着いていただければ、あの案内表示第234ビルを目印にお越しください。それでは皆様のご来店、心よりお待ちしております。ありがとうございました。